この泉のハイパイはいいですね。本一いきますか。マクツアキラプロもいい。ですね。まあ薬杯、薬。統一のパーマン外していきます。ワクツです。さんにとってはおたかぜのトンです。シートイツになっちゃうんですかね。またね。さてどうする。はあ。ドラ使い切りですね。本当ですね。これはうまくいきそうな感じになってきました。これを決められちゃうと、はい、泉もうかうかしてはいられないですね。はい、そんな残しちゃった。泉はそこ両冠一つに決める何か理由はあったんでしょうか。一応ちょっと想図含みにも考えてみようかなというところだったのではと思いますね。なるほど。あ、まだ残してる、はい、ない。このタイミングは果たしてどうなんでしょう。ここで先輩入れられたら、うん、まあ、次外しますよね、うん、無邪気な泉モードだとあの4万6万8万もうねとっくになさそうなもんなんですけどね。無邪気な、はい、無邪気にやってきますって出たじゃないですか。あ、そうかそうか、うん、はい、あ、どうだ。ここでスッチリスを引かれると危ない。まだ大丈夫、まだセーフ、まだ大丈夫無駄な。次はなんだ。間に合った。ここで処理できたああいう時というのはワクツとしても、2枚切られたかっていうふうにやっぱり思うもんですか。ちょっと統一落としっぽい感じだったんで多分間に合えと思ってるでしょうね。そうですか、はい、ダマ点にするもあるかもしれないですね。統一落としじゃないと思えばリーチいくと思いますけど、あ、テンプはしました。カウンソー、カウンソーね。これで薬薬面本、まあ、形勢逆転とまでいくかどうか。運送残り1枚ですね、はい。4枚目のパーピン貫通になってこれはどうでしょう。暗冠か、貫してみますかね、はい、うん、これ平岡にとってもねドラドラの手でドラ3になった、うんうん、なりました。仕掛けも効きます。安定のイーシャンテンの長さ。ああ、一数層に変えるかはちょっとマッチを探してますね。これ嘘だったらアウトですよね。はい、そうなんですよね。大きな手を上がりました泉。またこれ
まあ、ワックスとしてもね、この勝負の親番で連チャンをどこまで伸ばせるかっていうところでしたもんね。そうなんです。